背番号22、西井大吾。精一杯頑張れて、よろしくお願いします。ミッドフィルダー、背番号23、岩沼俊介。今年も一年よろしくお願いします。ミッドフィルダー、背番号24、西谷正也。おめでとうございます。私もよろしくお願いします。今日は会場に来ていませんが、フォワード背番号25、宮澤宏。そしてゴールキーパー背番号26、富永康弘。皆さん、気が付かって頑張りましょう。お願いします。フォワード、背番号27、横野俊輝。今年は札幌のために頑張ります。ゴールキーパー、背番号28、高木貴大。ミッドフィルダー、背番号29、リビットソン・ジュッパーター。こんにちは。今年はもっともっと北海道を盛り上げましょう。ディフェンダー、背番号30、堀田修平。頑張るので応援よろしくお願いします。ゴールキーパー、背番号31、高原俊哉。そしてディフェンダー、背番号32、柴田慎三。新人なのに一番不良で最年少の柴田です。よろしくお願いします。フィルダー、背番号33、ショーン・ヨンデイ。新たによろしくお願いします。さあ、皆さん、続きまして、コーチングスタッフの登場です。コーチ、沖田勝。ゴールキーパーコーチ、赤池康之。コーチ、三浦正幸。コーチ、松井清隆。そして我らがコンサドーレ札幌の監督、三浦俊哉。今シーズンは J1 をこのチームで戦います。 We are コンサドーレ札幌。それではここで主催者を代表いたしまして、株式会社北海道フットボールクラブ代表取締役社長、
児玉義明からご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。ブエノスタルデス、コモエスタ、J1 仕様で行ってみました。今年は素晴らしい選手を迎えることができました。この前に戦力の紹介がございましたけども、皆さんファイト満々でした。初戦は鹿島と戦うんですけども、鹿島に勝たせたら面白くないよね、さっぱりニュースにならないじゃないかというお話にございました。ぜひ初戦で鹿島を打ち破って頂上対決で勝利したい、こういうふうに思っております。ありがとうございます。昨年は三浦俊也監督の下で皆さんの声援を受けながら J2 優勝、そして J1 復帰ということを成し遂げることができました。皆様のおかげと本当にありがとうございました。感謝しております。今年も新戦力を加えながら32名の選手で J1 を戦ってまいります。各地で北海道そして札幌の旗を掲げて元気よく北の力を全国に示したい、こういうふうに思っております。ぜひ皆様方の熱い熱い声援をよろしくお願いいたします。そして昨年の12月1日にこのドームで感じたあの素晴らしい勝利の感覚、勝利のありがたさ、勝利の嬉しさをもう一度皆さん味わおうではありませんか。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。小田原社長、どうもありがとうございました。さあ、ということで選手の皆さんに登場していただいたわけなんですが、今日ちょっと理由がありましてここに来ることができなかった、選手改めて紹介したいと思いますが、新加入のミッドフィルダー背番号15番アルセウ選手、ビザ取得の遅れ、により今日欠席、グアムキャンプの初日からアルセウ選手は合流ということになっています。そして同じく新加入のフォワード背番号25番宮澤宏樹選手、アンダー19日本代表に選出され、カタール遠征中のため、本日このイベントは欠席ということになっています。そしてゴールキーパー背番号31高原俊哉選手は C 級ライセンス取得中のため今日はこのイベント欠席ということになっています。ということでこの全員で J1 を戦っていくことになります。もう一度大きな拍手をお願いいたします。それでは選手の皆さんが一旦退場となります。大きな拍手でお送りください。この後会場内の各アトラクションに選手も参加します。皆さん選手と一緒にこの会場を大いに楽しんでいただきたいと思います。それでは後ほどまたよろしくお願いいたします。さあ、この後ステージ上では新加入選手の紹介を皆さんにしてまいりたいと思います。準備が整うまでもう少しお待ちください。